もうしばらくお待ちください。さあ、まずは岡野、ドローンが一足早く素晴らしいスタートを切りました。続いて高坂、渡辺と続きます。岡野ドローンがやはり速い、予選1位、そうですね、まあ、こういうスピード機で、まあ、レースの機体のレーサー機なんですね。で基本的にまあ GPS とか入っていないんですが、まあ、背面とこういうアクロバット飛行もできます。こういう背面でも飛行可能です。で速度、ご覧の速度が速くて